はい、さて、今年の9月にいよいよ日本女子サッカープロリーグウィーリーグがスタートすることになりましたけども、はい、この度女子サッカー界の、ね、名門チーム、はい、日テレ東京ヴェルディベレーザが、北区にある味の素フィールド西ヶ丘、これをホームに活動されることになりました。そこで本日の最初のゲストは日テレ東京ヴェルディベレーザ監督の竹本和彦さん、そしてスポーツライターの松原圭さんをお迎えしております。それじゃあ彩子さん、プロフィールをお願いいたします。はい、では早速ご紹介させていただきます。まずは竹本和彦様です。1955年11月22日生まれ、愛知県のご出身です。早稲田大学ご卒業後、1980年読売クラブ、現在の東京ヴェルディジュニアアンダー22のコーチを皮切りに、86年から96年までの11年間読売声優ベレーザの監督をお務めになったほか、ガンバ大阪、柏レイソルなどで一貫して指導者チームマネジメントとしてご活躍。そして2014年に東京ヴェルディに復帰し、ゼネラルマネージャーに就任。2021年現在は日本女子プロサッカーリーグウィーリーグスタートとともに、日テレ東京ヴェルディベレーザの女子強化部長兼監督に就任なさっております。そして私の目の前にお座りいただいているのがスポーツライターの松原圭さんです。東京都のご出身です。小学校3年生から6年生まで地元世田谷の FC アマゾネスに所属、都大会準優勝、世田谷選抜の経歴を持つサッカー少女でした。2002年成蹊大学文学部ご卒業後、芸能活動を開始。スカパーや BS フジなどのサッカー番組でのキャスターやレポーターを務め、2006年以降はスポーツライターの活動をメインに、国内外の現場を中心として精力的な取材を続けていらっしゃいます、という素敵なお二方です。どうも改めましていらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹本監督は私にとって、ね、大学の先輩でもあるんですけれども、はい、ご卒業後はもう一貫して指導者としての道を歩まれてきたんですが。そうですね、はい、中学高校時代から、まあ、サッカー選手だったんですけども、まあ、その時の指導者コーチ像に憧れて、もう大学時代からもうサッカーの指導者になるという夢を持ってまして、はい、で大学時代からその道で進んできてます。で、まあ、読売クラブ、今のヴェルディの前身ですけど、はい、その創世期に、関われまして、はい、でその後、ガンバとかに行くんですが、まあ、非常にこう指導者やってて嬉しいのは、やっぱ選手が成長する、うん、チームが成長する、うん、そこにこう自分の力を加えるということですね、うん、でやっぱ長くやってると、記念すべき、まあ、嬉しい記憶というのは、はい、やっぱり2011年ですね、はい、ダブルなんですけども、はい、なでしこが優勝したと、はい、世界で、はいはいはい、まあ、この時は教え子の澤穂希とかが本当大ブレイクをしまして、バロンドールもやりました。それからもうその年なんですけども、うん、私が所属していた柏レイソルが J1 でやっぱ優勝しまして、はいはい、その年は非常に記憶に残ってる。あれは J2 から上がってすぐとか、そうなんです、なんかもう本当にそんな劇的な優勝だったですよね、はい、この世界はいいことばっかりじゃないので辛いこともあるので、はい、J2 に落ちたんですけども、はい、2010年は J2 で、はい、優勝して、で上がって即 J1 でも優勝という、そういうことを柏レイソルで、できまして、うん、非常にやっぱり記憶に残ってますね。なるほどね。いや、今度ね、北区をホームにしていただくっていうんで、地元の信用金庫の常務さんが柏レイソルの大ファンで、ちょうどその時になんかね、もう応援してた、チケットもうあちきれて応援したって言うんで、なんか盛り上がったっていう話も伺いましたけどね、はい、まあ、そういう竹本さんですけれども、今年2021年、
これはあの日本の女子サッカーにとって本当に歴史的な年になるんじゃないかと思うんですけど。そうですね、まずは東京オリンピックですよね。あの 私自身は2度目なんですけども、はい、あの東京オリンピックが7月にあるんですけども、まあ、これ当然メダルを期待されて、選手たちも、世代別のワールドカップが女子の世界ありまして、はい、アンダー17、アンダー20で、日本は優勝しておりまして、世界のタイトルを取れる子たちが今ちょうど23、4、はい、その辺に来てるんですね。ですから期待はとてもできると思います、ただ大会ですからやっぱ難しいですけども、いろんなあの、ヨーロッパのチームやらねあるんですけど、でもその大会でなんとかメダルを取って、で追い風吹かして、そして9月から初めての女子のプロサッカーリーグがスタートするので、そこに追い風になって、ウィーリーグ開幕を迎えたいと思ってますね。なるほど、そうすると本当にね、もう金メダル、そしてウィーリーグ開幕、そうですね、こうなるとね一番いいところですね。それではあのここでそのウィーリーグの理念をご紹介する映像がありますので、これをご覧いただいて、ウィーリングについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。とっても素敵な映像でした。はい、こうね、コロナの後ね、新たな社会を切り開く必要がある今だからこそ、女子プロサッカーリーグをスタートしようっていうね、そういう意気込みがなんか強く感じられたような気がします。今年9月に、スタートするウィーリーグっていうのは、はい、こちらにちょっと出てますけども、全国で11チームが参加する女子プロサッカーリーグ。はい、1989年なでしこリーグ開幕の年にベレーザの監督を務めておられた、はい、竹本監督なんで、なんかすごく感慨深いものがあるんじゃないかと思います。そうですね、あの1989年あのなでしこリーグ、日本女子サッカーリーグが、6チームで開幕して、まあ、それはアジア大会、それから初めての女子のワールドカップが、できるということが決まりまして、じゃあそのための強化として、リーグ戦をやろうと。でその時、まあ、ベレーザも参加したんですけども、その時の監督が自分で、まあ、その時に関われたというのは、本当にあのご縁なんですけども、ご縁というかあの嬉しかったことなんですけども、また今回、ウィーリーグプロサッカーリーグとして、アマチュアじゃなくてプロのリーグとしてまた開幕する、またそこに関われるという、非常に個人的にはすごく嬉しいというか、びっくりしているところもあるんですが、やっぱそれだけ女子サッカーもこの30年間で苦しいこともすごく多いんですが、経営難になるとか、ただそういう中を選手たちがやはり頑張ってくれて、関係者が頑張ってくれて、やはりこの開幕を迎えられるというのは、非常に、大きな成果だと。ただこれからですから。なるほど、はい、そうですね。松原さんは今回のウィーリング発足についてどのような思いをお持ちですか？そうですね、やはりこうすごく節目の年だなというのは感じるんですが、あの今秋元さんもおっしゃったように、それこそこう作って
来られた方々がいて、もう最初はそれこそ月謝を払いながらサッカーをしていた時代から、2011年に女子ワールドカップドイツ大会で日本が優勝して、またちょっとこう環境が良くなってきて、ただまたちょっと2016年に五輪予選で負けてしまって出られなくなって、ちょっとこう人気も落ちてきちゃった中で、またこうやってまた上がっていこうっていう、この今の時期にまたできるっていうことで、すごくここぜひ成功させてほしいなっていうのもありますし、やっぱり海外と の比較っていう意味で言いますと、あのビッグクラブの、例えばスペインであったらバルセロナとか、あのイングランドのマンチェスターシティといったビッグクラブの男子チームがこう牽引して、海外はあのプロ化を、女子のプロ化を進めているんですけれども、まあ、そういうやっぱりこうヨーロッパのチーム そのレベルアップが、その代表のレベルアップにもつながっているので、まあ、それがやっぱり人気にもつながってきますから、まあ、そこに日本も負けないように追いつくという意味で、まあ、人気もぜひこうあの上がるようなリーグになってほしいなと思いますね。あの理念とかね、こう社会に与えるインパクトっていうのも大事だけど、やっぱりスポーツの世界は勝たないとね、あのつまんない ね、 ね、 あのやっぱり世界で勝てるチーム作りっていうのをぜひねしていただきたいと思いますし、それからね、我が北区、ね、それから板橋区をホームタウンとする日テレ東京ヴェルディベレーザですけども、はい、これもやっぱり勝ってもらわないと盛り上がらないというふうに思うんですけど、松原さん、はい、あの今年のベレーザはどうですか、ご覧になってですね、あの、まあ、去年からちょっとメンバーが結構、まあ、このWE リーグ元年ということで変わった部分もありますけれども、その11チーム今回WE リーグに参入するこう初年度のチームの中で、まあ、平均年齢一番若いチームなんですよね。でやはりこうベレーザというと、この下部組織のメニーナからたくさんこう選手が、やはり即戦力となる選手たちがこう上がってくるので、まあ、特に今年は19人中16人が下部組織の選手、ただそのあの新加入の北村菜々美選手とか、あの10番をつける小林選手、また遠藤純選手などこうその下部組織出身でない選手たちが、まあ、こうチームのスケールを大きくしているなっていう感じがしますし、あともう今年はあのママさんWEリーガーの岩清水選手も、ね、ぜひ活躍してほしいなっていう期待がすごくありますね。ね、はい、後でちょっとインタビュー出てきますけどね。そうですか。この19人っていう人数っていうのはやっぱりそんな多くはないですよね。そうですね。あのやっぱ24とか、あの一つのポジションに2人、ぐらいは欲しいんですけども、まあ、今年はあの、まあ、少数精鋭といいますか、もう一人一人が19人全員が、うん、この優勝に向けてですね、あの必要なピースというのは改めてあの選手にも訴えてますし、それだけの力を持った選手がいると思ってます、うん、で今松原さんが言われたように11クラブ中一番平均年齢が低いんです。なるほど、はい、ただサッカーの、IQ とサッカーの戦術理解と、うん、それからテクニックと、それから運動量、動ける、それから強い精神的なゲームを勝つという、ストロングをチームに、みんなで持ってですね戦っていきたいと思います。であと育成が、すごく大事なんですけども、まあ、メニーナというチームがありまして、下部です、はい、そこにアンダー19世代、17世代のまた代表選手たちもいまして、非常にタレントがまた豊富なんですね、うん、まあ、その子たちに頼るわけではないですけども、うん、その子たちを味付けにして、19プラス、まあ、4-5 という編成で、まあ、今年はまずスタートはしてみたいと思ってます、はい、でもそういう意味ではこうずっとベレーザ全体を、もしくはヴェルディメディナも含んだ全体をご覧になってきた竹本監督がいらっしゃるっていうのは非常に原動力に、優勝への原動力になるんじゃないでしょうかね。いや、はい、それじゃあここで、清水梨紗選手、植木理子選手、岩清水あずさ選手のインタビューをご紹介します。清水キャプテンは3月、植木選手、岩清水選手は先日4月17日の、ジェフ市原とのトレーニングマッチの後の収録だそうです。それではお願いします。まあ、本当去年に引き続きのキャプテンということで、まあ、1年目とはまた違う
姿を見せれたらいいかなと思います。まあ、本当にベレーザは、勝って当たり前ですし、まあ、チャレンジしていく姿っていうのはすごく、まあ、ベレーザの象徴的な面でもあるので、まあ、その自分が誰よりも強い心を持ってやっていこうっていうふうには、まあ、いつも思ってます。まあ、やっぱりサッカーしてる姿で、まあ、プレーで一番見せることが大事なのかなと思ってて、まあ、自分のプレースタイル的にも、オーバーラップしたりたくさん走ったりするので、まあ、そういう姿をと、まあ、チームメイトに見せながら、まあ、ちょっとでも自分も頑張ろうって思えてもらえるようなキャプテンになりたいなとは思います。まあ、もともといろんな人と喋るので、まあ、そこまで何かを意識してるわけではないですけど、いろんな人と、まあ、サッカーの話をしたり、まあ、それ以外の話も、まあ、なるべく多くしようとはしてます。まあ、本当 WE リーグ初年度っていうことでベレーザ優勝を目指して、頑張っているので、まあ、その、優勝できるようにチームが勝てるように自分ができることを精一杯やりたいなと思います。そうですね、まあ、90分は初めてだったので、まあ、チームとしてはまず、まあ、練習試合ですけど勝つことを一番に取り組んできた中で、まあ、結果勝ってたっていうのはすごいプラスにつながる試合だったなと思います。最後にいたユウさんにボールが出た時点で、まあ、とりあえず時間も早かったですし、まあ、中でクロスを蹴れるようにって走ってたんですけど、まあ、その時にユウさんと目が合って、まあ、来るなと思いながら走って、まあ、最後は、まあ、ボールを見ながらっていうよりかはとりあえずなんか入れと思いながら突っ込んだ結果も入ったので、まあ、でも自分らしいゴールかなと思います。まあ、やっぱり、まあ、1人でも2人でも観客の方がいるっていうのはすごい自分たちにとってもモチベーションになりますし、まあ、自分たちが頑張ってる姿が、その観客の皆さんの何か力になればいいなと思うので、そういった意味でも今日の試合はやっぱり特別だったなと思いますし、アウェーリーグとか、まあ、プレーシーズンマッチに向けて、まあ、すごいいい機会だったなと思います。まあ、やっぱり、まあ、去年は正直、まあ、不甲斐ない1年だったので、今年は、まあ、多くの点に絡んでチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。まあ、まだまだ自分の中ではまだまだっていう点は多いですけど、その中でもこうピッチに立ててる嬉しさっていうのがの方が大きいので、今日は相手も来てもらって、すごく楽しい時間を過ごしました。そうですね、久しぶりに、まあ、今ねコロナで練習も入れない状況なので自分のプレーしてる姿ってまあ、今日初めて多分見せたと思うので、まあ、皆さんも本当にやってるんだっていう風に見てもらったと思いますけど、まあ、これからもうちょっとコンディション上げて、戦えるように頑張っていきたいです。いやまだまだですね。でもまあ戻るどこまで戻れるかなっていうところもあるから、その 100% 戻るかどうかわからないですけど、まあ、その中でも今まだ50らへん50、60、まあ、ピッチに立てるレベルなので、はい、もうちょっと上げていきたいです。なんていうんですかね、ピークを持っていくところがちょっとそれぞれというかっていう難しさはある。オリンピックがあるのでちょっと難しさがあると思います。そこをピークに持っていく選手っていうのはもう体作れてると思うし、自分たちだったら私に関してはまだ45分しかやれてないとか、そういった待ちなので、まあ、そういった中でも一緒にやる時間っていうのを大事にして合わせて戦っていくべきなのかなと思ってます。そうですね、まあ、その33番のユニフォームを着てピッチに立てるかどうかもまだこれからこの、ね、チーム内の争いっていうところあると思うので、まあ、そこに向けて頑張りたいなと思いますけど、まあ、母になり
それでもまあ負けたくない気持ちとかそういったところを、まあ、サッカーの原点ですけど負けたくない気持ちとかそういったところはプレーに出してしっかりやりたいなと思ってます。息子さんとのイメージを楽しみにしてはい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今ねお話ね見ながらしてましたけど、はい、いや清水選手2011年のあの優勝メンバーの一人ということでね、はい、また彼女があの力が必要なになってくるタイミングってのは絶対ありますね。はい、ママになっても現役でね頑張っていただいてすごく励みになります。そうですね、うん、はい、それではいよいよプレシーズンマッチオリンピックを挟んでウィーリングのプレシーズンマッチが始まるんですけれども、ベレーザは5月に3試合6月に1試合が予定されています。特に5月30日は北区の味の素フィールド西ヶ丘で開催されます。対戦相手はアルビレックス新潟レディス、キックオフは14時、チケットの発売が5月の16日に決まりました。こちらは日テレベレーザのウェブサイトでご確認をいただきたいと思います。 CS 放送等もあるようですのでお楽しみいただきたいと思います。それでは最後に改めてウィーリーグに臨む竹本監督に意気込みを聞かせていただきたいと思います。はい、栄えある第1回のウィーリーグに向けてですね、まあ、ベレーザは優勝することが命題ですから、まあ、そこに向けて、頑張ります。ただそれだけじゃなくてウィーリーグ自体が盛り上がる各チームとお客さんが来ていただいて楽しめる試合を特にゴールを取り合うようなそういう試合をやりたいと思ってます。ぜひ西ヶ丘にまずは足運んでいただき彼女たちの精一杯のプレーをですね見ていただきたいと思います。足を運んでください。ありがとうございます。ぜひね、行きましょう。僕ね、5月30日見に行きますからね。はい、皆さん行きましょう。はい、日テレベレーザーをね、はい、我々ホームタウンの一員として、はい、これからも応援していきたいですし、はい、オリンピックに出る選手もいると思いますのでね、ぜひ声援を送りたいと思います。はい、そうですね。はい、竹本さん、松原さん、本日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。期待しております。